はい、こんにちは、沖縄おばばです。ぬこたちの舐め合いが始まっておりますね。はい、今日ご紹介するのは、ああれですね。10名さんのね、ホームページにまたまた面白い動画が上がっておりました。はい、実はこれね、o ーーですね。o ーオー。ーストのね、ラリアラリアですね。 えーの、セーフセーフがね、セーフですね、アウトではなくてね。はい、セーフセーフが作った、あなんと、おコロコロ、リンコがね、いかに恐ろしいかというビデオでございますが、なんかね、 みんな元気そうなんですよ。<laughs> はい。高校で、えー、患者さんになってる人たちですね。なんか、皆さん、あの、健康そのものなんですけど。<laughs> はい。特にね、あの、最初に出てくる人。はい。あの、女の方が出てくるんですけど。 なんか、重症って言ってる割には、全然苦しそうじゃないですし、化粧バッチリしてるんですよ。ありえませんよね。重症でね、あのー、コロコロちゃんかかってって重症で、辛いし、お家に帰れないし、えー、子供の面倒も誰も見てくれないって言ってる割には、なんで化粧バッチリしてるんでしょうね。<laughs> はい。 すごいですよ。眉毛まで全部描いちゃってますよ。<laughs> 余裕ですよね。<laughs> いやー、面白い。はい。それで次はね、早くね、早くあのー、いいミャオミャオをやってくれーって裸になってるんですけど、なんかこの人ね、すごいですね。V ン V 団友のように見えます。はい。<laughs> なんか、あ、いや,やばい肉体はさらしてます。はい。そして3番目の、あのー、 ねえ、男の人もそうですね。え、なんか全然苦しそうじゃないんですけど。もうちょっとね、演技するんだったらね、ちょっとまともにやりましょうよ。高校生の演劇部だってね、もうちょっとまともにできますよ。それになんでしょうね、化粧ばっちりって、病院に行ってね、今にも、あの、今にもね、こう、星様になりそうっていう人がそんな、化粧ばっちりしますかちょっと、 <laughs> なんか、あまりにもね、見え見えの嘘でね、もう、どうにかなっちゃいそうです、これ。で、しかも最後にはね、この、あの、女の人のね、えー、旦那さん、これもまあ、あの、あれなんでしょうけど、あの、誰かが試したんでしょうけど、この、いるってされているね、病院に電話をかけるんですよ。はい、夫なんですけど、誰誰誰誰という,う、コロリンコの患者は、 あ、いますかい、い、いますでしょうかねって言った病院側。いや、あの、そういう名前の方はうちに、 あの、いらっしゃいませんけど、って言われてます、病院から。はい。いや、もうちょっとね、う、嘘をつくんだったらね、ちゃんとね、手回ししましょうよ。それでもってね、なんか、あの、病人に、あの、化粧させるとかね、バカなことさせないでください。そして、演技下手なんで、もうちょっとね、演技の上手な人を雇いましょうよ。あまりにもね、ひどい、ひどい、なんか、プロモーションビデオでは、 笑ってしまいました。はい。というわけです。皆様も見に行ってください。本当にもう、なんて人、なんかね、こう、どこのね、政府も同じでね、人をこう、小馬鹿にしたような、これで騙されるとでも思ってんでしょうかね。<laughs> 本当にね、えー、なんかね、考えることがなんか幼稚ですよね。はい。あの、もうちょっとね、あのー、白身の縁にさせましょうよ。 はい。あの、こんなんで騙されてたらね、ほんと知能っていうかね、あの、IQ を疑われる、そういう程度ですね。はい。まあ、もうちょっとね、あの役者さん雇うんだったら、あの、まともな人に、あの、ちゃんと演技ができる人にやらせた方がいいですよ。一つも苦しそうに見えませんからね。で、女の人に限ってはなんで、えー、ねえ、そんな具合が悪いのに、 化粧バッチリしてんでしょうかね。<laughs> そこら辺もちゃんと考えましょうよ。まあ、オーストラリアだからね、聞いちゃいないだろうけど、はい。というわけです。はい。まあ、あまりにもね、あの、稚拙なんでね、えー、ものです。はい、これも。はい。まあ、どこの政府もね、政府ってね、やること同じなんでしょうかね。 まあ、なんていうのかな。これでバレないとでも思ってんでしょうかね。あまりにもね、ひどすぎて笑っちゃいました。はい。それではまたごきげんよう。えー、下に貼っときますので見に行ってくださいね。沖縄おばばでした。